ております。ここから先ですね、写真撮影も動画の撮影も全て OK ですので、大いに動画写真撮っていただきまして、SNS などやっていらっしゃいます方がいらっしゃいましたら、もう拡散していただければ一座全員喜びますので、よろしくお願いいたします。それでは開始させていただきます。えよ、我々名古屋三三郎一座と申しまして、この歌舞伎カフェ名古屋座でですね、名古屋歌舞伎というオリジナル歌舞伎エンターテインメントショーをですね、はいはい、やる専属の一座でございます。私が、座長の名古屋三三郎と申しまして、私のことをですね、どうぞ三座とお呼びください。いいですか、いいですか、ちょっと呼んでくださいね。いきますよ、せーの、三座。こちっちゃいの自信なさそうでしたね。三座って、よっ、三座かな、よっ、よっつけようか、よっつけようか、三座でも言いやすいね。いくよ、せーの、よっ、三座。ありがとうございます。いいですね、ありがとうございます。これね、もうあそこがね、もうずっとね、いい声を出してくれてありがとうございます。ありがとうございます。そして私がですね、名古屋三之助、三之助の野を抜いて三助と呼んでいただきたく思います。それでは、よっ、三助でお願いいたします。参りますよ、せーの、よっ、三助。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さっきからこの辺からあんま声が聞くと思うんだよな。いいですか、いいですか、最初よかったのに。
はい、私が名古屋三ペータと申しますので、はい、皆様ペータとお呼びくださいませ。いいですか、ペータですよ。よ、ペータ。ペータですよ。ちっちゃいつ入れてくださいね。決してですね、ペータって伸ばさないでくださいね。人の、ま、名前の間違いって相当ですからね。ペータって伸ばしちゃダメですよ。ペータとちっちゃい。アルプスの方になっちゃうからさ、伸ばさないでくださいねという言葉を聞いた上で呼んでみましょうか。ちっちゃいつを入れてくださいよ。絶対伸ばしちゃダメですよ。いいですか。絶対伸ばしちゃ。せーの、ベーター。ダンダクラが立った。だからそれはハイジなんだよ。それはハイジのセリフなの。しかも膝までしか立ってへんし、前は立ってないんだな。立ちきれてへんわ、はい、それはペーターのセリフじゃないよね。ペーターのセリフ知らないですよ。俺も知らないんだよね。このですね、3人、で名古屋三三郎一座と申しました。はい、そうですね、はい、ここでね、名古屋歌舞伎っていうのをやってます、はい。この名古屋三三郎一座、俺ら3人とですね、あそこの提灯見てください。舞台から3つ目のこの提灯あるでしょ、リーアクトっていう提灯が、はい、リーアクト、あると思います。これはですね、名古屋を中心に活動されてます、あのアクション団体のリアクトさんという方々がいらっしゃるんですけど、はい、その方々が今日もですね、あのお二人、毎回お二人、そうですね、黒髪としていただいて、はいはい、ご出演くださっています、はい。この5人でですね、毎週金土日とこの名古屋さんで歌舞伎名古屋歌舞伎つくよみという演目をですね、やらせていただいております。はい、今日もですね、非常にたくさんのお客様にお越しいただきまして、我々、はい、非常に嬉しく思っております。本当にありがたいと思いますね。もう数えるのは難しいぐらいのたくさんアリーナーありがとう。あれ、音響さん、音響さん、音響紹介さん、ちゃんと手振ってくれてるんだから、2階席もあるしね。ありがとうございます、はい。そこ2階席ですからね。そうですね、そこ2階席ですからね。2階席、ありがとう。2階席ですよ。ありがとう、ありがとう。なんかあれですね、いやー、なんかすごいアットホームな感じの、ですよ、なんかね、なんかいつも思うんですけど、日曜日の夜ってなんかあったかいお客さん多いですよね。大体こんな感じでね、あの声出してくださる人もいっぱいですよ。歌舞伎見に行くって言ってプロレスは見せられるわ、お母さんとか言っていじられるわ、本当に、ね、申し訳ございません、本当に、ね、毎回の飲みかけ中に行っちゃうんですよね、タイミングよく。申し訳ないですよね。もう毎回ウーロンちゃん飲む時ぐらいにお母さんって言っちゃうからね。ごめんなさいね、本当に。あれ、俺らもさ、あの何するか知らへんから、知らないんですよ。そう、裏でさ、もう笑けてもうて、次出なあかんけど出られへんかったもん、あれ。こいつ毎回ね、違う、なんか微妙に違うことやるようなんですよ、こいつは。本当にね、もうこの名古屋歌舞伎はですね、はい、この距離感でやるのが、一つの特徴でございまして。そうなんです、そうです、距離感ゼロですね、もう。本当ね、劇場でやったりするとさ、客席との間結構なんか何メートルか、1メートルは開けなあかんっていう絶対あるんですよ、決まりがあるんです、あるんですけど、でもここはカフェなんです。カフェ、ウェイターですよ、はい、俺らウェイターみたいな、そうそう、ウェイターが勝手になんか前でやってるみたいな感じですから、ね、そんな風に見てもらえるぐらい、はい、なのでね、この距離感を実現することができたわけなんですけど、あんまないでしょ、この距離でなんかね、やってるのを見ると。正直怖かったんじゃないですか、立ち回りとか。何回ものけぞってたりしましたよね。ね、特に前の席は本当そうなんです。そうなんです、はい、ね、大丈夫ですよ、これらのちゃんと特殊な訓練を受けていますので、決してお客さんに当てないよ、バンバン当てることは絶対ないです、絶対ないです、大丈夫ですよ、はい。もう見えないと思うけど、ここね、実は透明なアクリルの板がずーっとこうあるんですよ。ないよ、何さないよ、素直でいい方ですね。本当に、そういう形でですね、はい、毎週金土日やっているわけでございます、はい、どうもですね、今日はおそらくですね、初めての方が結構いらっしゃるんじゃないかなと。そうですね、うち名古屋だってね、結構ね、繰り返したくさん来てくださった方ね、いっぱいいらっしゃいますので、いや、本当に嬉しいんだよ、ありがとうね。それというのもね、毎回俺らやってるためにもちょっと褒めた方がいいんだけどさ、それというのもですね、我々毎回同じ演目をやってはいるんですけど、はい、ちょっとずつっていうかね、割ともうお客さんがつまんなそうだなって思ったシーンはほぼ大胆にバーンとカットしてですね、お客さんが喜んだシーンをどんどん膨らましてっていう作り方で、喜んだシーンでももっと喜びそうやったらもうどんどん変えちゃうし、どんどんやっちゃうことがありますよ、はい。もうね、最初にやり始めた時と今では同じ演目で全く違うことになっちゃってるから。ちなみにお母さんのシーンは昨日からですからね、あれ昨日からですから、昨日からだったら、先週じゃない、今週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 
から金曜日からですそうですね。そう金曜日からやり始めてさ、はい、意外とあれを結構ね喜んでくれるからそうそうでもちゃんとあれはね話に基づいてることなんで、そうなんだよ、お母さん探してるっていうその話があるんで、はいはい、そうなんです。だからね、うちのこの強みっていうのは古事記を題材にしたお話でね、そうそう、このスサノオが、もう先に死んじゃったお母さんに会いに行く、はい、その時に、アマテラスに会って、挨拶に行ってからお母さんのとこ行こうって言うんだけど、アマテラスがスサノオが攻めてきた、ね、自分の国を攻めてきたと勘違いして、はい、臨戦態勢で臨む、そうです、っていうで自分のお前の身の潔白を証明してみろっていう問答があるんですね、シーンなんだけどね、はい、あれをちょっと、やらしてみたらなんか変に面白いことになっちゃったから今のあのシーンができましたそうなんです。まあそんな感じでですね、どんどん変わってくるんですよ、どんどん変わっていきますので、はい、ね、繰り返し見てくださる方もたくさんいらっしゃる、はい、本当ありがたいんですけど、はい、今日は初めての方がね、はい、見た感じだといらっしゃるので、ぜひですねちょっと聞いてみたいんですけど、聞いてみたい、この名古屋座に来ようと思ったきっかけというか何で我々のことを知ったんですか。あ、例えばテレビ、テレビで、テレビ、テレビで見た、あ、テレビ、テレビ、テレビ、ちなみに何読んだの。あ、覚えてないかな、どんなやつですか、ニュースですか、こっちはバラエティー。あ、こいつはあれだけど、俺たちね、最近巷で噂なんですよ、ほとんど出てる、ね、めっちゃ歌わせていただいて、違うのローカル曲でね、もうほとんどの曲をもう全部制覇したぐらいのもんで、はい、なかなか巷で俺ら噂なんですよ。そうなんですよまあテレビでね、いろいろ特集も組んでいただいてますと、はい、テレビ、あ、テレビ雑誌、あ、もしかしてあれか、関係者が知り合いにいるとか、そういうやつですか。あ、だったら、もうちょっと内緒にしようと思いますじゃあ、たまたま前を通りかかったってことでしょうか。そうですね、そういう方にしておきましょう、しとこう、しとこう、ね、あっち、大丈夫か、関係者か、関係者か、じゃあいいたまたま前を通りかかった、今日たまたま多いな、今日はたまたまの人が多いな、ね、うちもなかなかさ、お客さん来てくんないからさ、友達とか親友とか全部うわーって来てって言うんだけどさ、なかなか来てくんない。でもあれですよね、やっぱ僕らそれぞれが役者としてやってるんですけど、役者の友達とかね、知り合いとかも見に来てくれるんですけど、あ、本当、どうですか。俺ね、全然見に来てくんないんだ、俺友達少ないから。うそや、悲しいわ、悲しいカミングアウトや。全然友達いないからさ、ここ始まってから俺の個人的な友人とかほとんど来たことないんだよね。あ、友人と自分が思ってないだけで、だって知り合いの方が結構来てるじゃないですか。知り合いは来てるかもしれないけど、だって俺が知らない間になんか来て、いきなり帰って、後から、あ、この間行ったよって、来てたのっていうのがよくあるもんだから。ああ、確かに。あんまり友達とは言えないぐらいの、こうね。違う。今ほらさ、今世の中ね、Facebook とかで友達申請とかね、うん、フォローとかいろいろあるじゃないですか。そんな中でね、そんなに意固地に俺友達だよっていう人も少ないですけどね。いや、俺は友達なんかいらないんだよ、俺は。なるほど。でもね、その役者の方とかも結構ね、評判良くね。そうみたいだね。はい、うん、なんか結構名古屋の演劇をやってる人でも結構 ね、なんか俺らに対してちょっと聞いて嫉妬してるようなところがあるみたいだけどさ、ね。でもなかなか本当にナイスタイルなんでね、ここ で、ね、ここでしか見れないもの。そうなんだよ、あんまりね、はい、いいよね。そうです、俺も見たことないんだって、名古屋でこの距離感でこんな感じなのに本当ね、怖い怖い。歌舞伎って言っても僕らが歌舞伎てるっていうことの、歌舞伎ものがやってるカフェやから歌舞伎、名古屋歌舞伎なんです。古典的な歌舞伎みたいなのはね、はい、俺らはちょっとできないから、はい、なんです、うん、そういうのは松竹とかそっちの方に任せておいて、俺らは俺らでそのハードルをグッと下げてる、そう、はい、これを見て、実際の歌舞伎ってどんなのか見てみたいなとかね、見てもらうのもありだよね、はい、っていう入り口としてもね、見てもらえれば、俺らはもう本当にすげえよね、この敷居の低さって言ったら、敷居の低さ、敷居の低さ、安いと思いますね、本当にね、もうだって敷居があるかどうか分かんないぐらい、そうですね、すごいフラットだよ、フラットですよ、ぜひですね、またいろんな演目をお待ちしてますね、この演目の中身もね、決めるのもある意味皆さんです、皆さんのその反応やったり、今日来てるお客さんやから今日の演目になったわけです。だってもうまさにお母さんのシーンなんか完全にそうですからね。そうだよ、だって、はい、だって客席に向かって挨拶として握手しに行くなんてそうそうないですから、初めてやったもんだって、そうね、会っちゃったからね、そうだから皆さんも一緒に作るのがこの名古屋歌舞伎ですよ、ね、ちゃんと声出してくれれば俺そっちの方行くからさ、行くよ、行くよ、参加からもうお客さんいじり倒してからいい時代、はい、結構最近それが楽しくなってきちゃってる、ね、ありがたい限りですね、でもこれ初めての方がね、半数近くいるってことで、うん、どうでしょう、あ、やるか、レーターレオ、
もう皆さん待望の。そう、私がですね、考案いたしました。考案した。夜も寝ないで考えてくれました。非常に斬新なコーナーをご用意いたしました。開発者ですよ。一緒にやっていただきたいと思います。はい、コーナーというのはですね、お客様からなんとご質問を受けてですね、我々がそれにお答えするというなんと斬新な Q&A のコーナーになってます。シンプルすぎて困るな。一緒にやっていただきたい。何首かしげてんの？分かってんだよ。みんな知ってんの？みんな知ってる。まあ、よりねずいって。ちょっと考えちゃってるじゃん。ただ Q&A のコーナーって言ったって面白くないだろう。俺が寝ないで考えたって言った方がいいんだよ。あ、シンプルした。大丈夫だよ。ね、はい、そういうコーナーを作りましたので、今日ね、はい、質問していただいた方には、ね、今我々の特製オープンポスター、あれ、はい、後ろ見て、あれ、そうです。あれオープンって書いてあるポスターがあるでしょ。はい、あれね、うちが4月24日にオープンした時に、9ですね。そう、はい、あれの時にね、沿道寺中にブワーッと貼ってもらったポスターなんだけど、あれがね、もう今販売もしてないし、はい、もう残りもほとんど少なくなって、ね、このコーナーで質問してくれただけ、してくれた人にだけこう差し上げるっていう。なかなかね、非常に希少価値の高いポスターがですね、そうなんですあります。これを皆さんにね、プレゼントさせていただきますので。もうあと残り少ないんだよね、これポスター。少ないんですよ、もう。少ない。だってもう半分以上ね、もうなくなっちゃった。そうですよ、半分以上ですね、この前は。廃品回収のお茶を持ってっちゃった。持ってっちゃったんだ、欲しい欲しい。欲しいって。それ捨てたんや。捨ててない。違う。欲しいって言ったら欲しいんだって。ね、表に置いておいたら持ってってくれ持ってったどこに積んでいったんえ車のトラックなの後ろやろそれ捨てとるんや回収されとるやつや、はい、もうね違いますウィーンってずっと回ってた大切に取っといたやつですこれ ね、 ねもうあと残りこんだけ、はい、もうあと本当にちょっとしかないあとちょっとしかないですね、はい、これをですね絶対の、はい、持ってうちのね玄関か冷蔵庫にでも飾っといてもらえば、はい、オープンしてほしい場所にねオープンって書いてある、はい、玄関に置いてくるオープンって書いてあるはいということで誰か皆様はい何か質問ありよって方は何でもいいですよ何でもいい些細なことでもいいですし、はい、パーソナルなことでもいいですし何でもいいよ答えれる範囲で何でも答えます名古屋歌舞伎のことでもいいし、はいはい、好きなテレビ番組でもいいですはい、はい、好きな女性のタイプでもいいです、はい、明日の晩ご飯でもいいですよしじゃあ手挙げてくださいました。はい。皆さんの好きな場面。好きな場面。はい。好き。好きよ。あ、ここの名古屋が歌舞伎のこの作り込みの中で。はい。ああ、なるほど。好きなバーシーンか。俺らがやってるうちで好きなシーンっていうのはね、ちょっとお伝えできる。どうでしょうね。ペットどこが？やっぱりお母さんのシーン。やっぱり。今日。いや確かにねあれであれをやって雰囲気が決まるんですよ本当そう今日本当ね空気良くしてくださったし、ね、あれで今後の俺の芝居が空気感変わりますから、ね、あれシーンとされたら俺ももう自信持って来週もできますから、ね、自信もあるからでも綺麗な吹き出しやったけどねあんな綺麗ななかなか見えへんけどあいいですよ、ね、いや本当にありがたいそんな感じだよあれはさっきはなんやろうな僕の好きなシーンではないんですけど、うん、ちょいちょいの相槌みたいななんか例えば僕がやられた時の、うん、スサノオが大丈夫かアマテラスとかの時の言葉やったりが毎日変わるんですよ、うん、立てやったり大丈夫かなんかたまにあるんですよそういうなんかその、だって飛ばされ方とかやられ方によって多分心配の仕方を変えてくれてるんですよ。あんまやられてないかいの時とか、できないし、ほんまにやばくて一回ね、ザジ覚えるかわからんけど一回ボロにガーンって入ってもうた時あって、うん、マジで痛がって、うん、マジで痛がった時ビビるぐらい心配してくれて、大丈夫か、立て、立て、本当に気を失ってると思ってる。そう本当に心配だからそれがリアルやなと思って、ああいうちょっとしたシーンが好きなんですよね僕は。へえ。はい俺の好きなシーンはね、なんだろう、俺体を動かしたり立ち回りやるのが好きなんですよ、はいはいはい、結構刀をね、バン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 振り回すのが好きだからさ、後半ほとんど俺ずっと刀振ってたでしょ、はい、もうあれをね、やってるとね、だん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 こうね、脳内麻薬が出てきて変な風にトリップしてるんだよね、うん、へぇーやべえ顔に確かに目やった時おぞましいもんあれねたまにねお客さんと目が合うとお客さんってなるんだよね目の前でたまに目が合うんだよカーンってやった時に
ってやってるとか特にあれじゃないですかっていう顔をする時があったよね。サスケと影丸にやられてここからグルーって回ってバッてそこに行く時、あの黒い竹でできたこう竹の黒いやつ、ね、あれ影丸とサスケっていう密かな名前がついてるんだけどね、あれにやられてる時に、うんうん、後ろからグルーって回りながらそこでバサッてなる時ある。あ、そう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 、あの時いつもお客さんすごい表情してます、うん、えもうね、そうですね、すごい怯えた表情するんだよね、はい、あれがね、たまらなく好きです、うん、でも本当にある意味取り憑かれてるんです ね、人の怯えた表情が大好きです、はい、どんな好物よ、はい、ということすいません、どっちが竹丸で どっちが影丸でどっちが佐助、竹丸あれ分かんないんです。え、いや書いてある書いてある、頭に名前書いてある、あ、書いてあるね、影丸とサスケっていうのがね、実は頭のことが書いてあって、ちゃんと書いてあります、名前が、あ、でもね、作りも内容も一緒だから、はい、そうなんです、うん、お双子やと思ってるから、そんな気にしなくて大丈夫です、はいはい、ということで、じゃあせっかくですからね、はい、もう一問、次の方あげました、あげました、ありがとうございます。もう一人何か、せっかくやったらなんか初めて来た方とかね、どうぞ、どうでしょう、何か、初めての方じゃなくてもいいんだよ、いいですけど、なんか質問がある方、ないですか、ないですか、ないですか、ない、あ、あった、ありました、ありがとう、うん、イメージカラーってイメージカラー、うん、イメージカラーどうやって決めたか、はいはい、俺らね、あのイメージカラーってのがあるんですよ、はい、あの手ぬぐいとかボールペンでも大体3色用意してるんだよね、こういうね、あの手ぬぐい今こいつが持ってるの見るでしょ、赤、緑、うん、で、こいつが赤ってで、俺が紫の、はい、紫のね、で、これを決めるときどうやって決めたかというとですね、カマテラス、スサノオ、ツクヨミっていう、あの3人の3騎士のキャラクターがあるでしょ、でそのアマテラスは太陽の神様、はい、だから大体赤とか白をモチーフに、はい、赤の、ね、モチーフ、はい、でこいつがスサノオで、大地とかね、大海原の大海原から緑、自然の色の緑、はい、でツクヨミっていうのは夜、そう、闇を、夜の神様なの、はい、夜をこう滑る神様だから、まあ、黒じゃちょっとっていうね、はい、紫、夜をイメージして紫っていう、紫っていう、はい、そういう意味があるんです、そうだから、はい、今のところこういうパーソナルカラーでやってるんだけど、はい、演目が変わったらまた変わるかもしれない、そうですね、変わりますね、ただなんかたまたまですかね、なんかそれぞれ赤と緑と紫になんか昔からいろいろ縁があるから、多分そういうふうに多分みんな思われてると思うんですよ、逆に次やるんだったら何色がいい、何色がいい、なんか正直僕明るい色ばっかり言われるんですよ、黄色とか赤の、だからちょっとやっぱそういう紫とか妖艶なかっこいい色とか やってみたいですね紫とか黒がかっこいい、いやかっこいいイメージないですか、紫って、ああなるほどね、うん、黒とそういうのをちょっとやってみたいです、あなるほど、無理やみたいな目をすな、本当どうなるかやってみてもいいでしょ、挑戦するのは自由です、ペット何色がいい、俺なんか明るい色を逆にやってみたいんで、逆に赤をね、赤をやってみたいなって、赤かもしれない、赤に、うん、まあぴったしだと思うんで、ね、いいじゃん、うん、なんでやねん俺の時と反応ちゃうやんね反応ちゃう、俺なんかね赤とかそういうイメージしかないんだよね、まあそうでしょうね、なんかよくわかんない、なんでやろ、たまたまこの何年間かやってるお仕事ずっと赤な気がしますね、すごい赤のイメージ、いろいろ赤なイメージがありますね、ふざと何色がいいんですか、俺はね、俺もうちょっとなたまには俺も明るいイメージをやってみて、金色で攻めたいよ、金色全身金色のスパンコールでこう着物、あれなんかそんな人いたな、お前ねえ、松平なんとかさ、本当にそれぐらいのもうアホなんじゃねえかってぐらい派手な、江戸時代作った人もそんな人来てましたね、その辺こういうやつやろ金色で演目やるって、ね、金色でやってみたい、金色いいじゃないですか、まあ、金とかあとやっぱレインボーとか明るい色いいですねレインボーとかやってないですか座長やからもういろんな才能を持ってるっていう意味で、あ、そういうこと、まあ、そう、俺ほど才能にレインボーあんまりないけどさ、ってことはちょっと私服から変えていきましょうよ私服から明日からちょっとレインボー着ましょうよ、じゃあ俺ら明日からレインボーの服を着ます、そう俺ら、いやいや僕は黒とか紫で赤を着る、赤レインボー着る、着るから、はい、皆さん街中で見かけたら見ないふりして、はい、見ないふりしてください見ないふりしてで僕らは全然声かけてくださいね、俺はできればずっと俺うつむいてレインボーの服着てるのにすごいうつむいてある、あ俺レインボーの服1個持ってるから貸して、いやいらないいらない、何で持ってんのレインボー持ってるかもしれない、ありがとうね、どうぞ、はい、ありがとうございます、もう一言いきますか、一人ぐらいいっとくか、行きます、じゃ最後に最後今日ね日曜日、はい、最後の最後だよ、せっかくですから何かある方、はい、ないですか、なんか先開けてくれそうでしたけど、ないんなら配信開始だって、それ捨てちゃうからさ、結
聞いたことないの？ないです。そんなに俺らに興味がないの？何もかけても大人やったら振り出す、絞り出すんやで。ありがとうございます。でも、せっかくやったらどうでしょう？ないですか？なんかない？ないですか？なんかなかったら、ただただ俺らが寂しい思いするだけだからさ、いいんだけどね。全然追いつかない。いいんだよ。でも資源ゴミに捨てといてもらって。ああ、よかったよかった。はい。遠藤寺でおすすめお店いい、いいよ、いい質問。俺らもこの遠藤寺でねずっとやってるからさ、今後ともやっていくから、ね、ちなみにテーマは晩ご飯とか昼ご飯とか甘いものとか、なんか量の多いものとか何でもいいです。夜ご飯、夜ご飯におすすめなのは、じゃあどうでしょう。まあ、テントなんかおすすめなの夜ご飯、あんまり僕食べないんだよ。今日、今日そういうことじゃねえんだろ。おすすめの店だよ。基本食べないので、あの飲む方なんで、つまみとかが多いんです僕。なのでここら辺だったら、そこの出てもらって右の方に行っていただきますと、ドテって書いてあるお店がある。そう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 、あそこのドテ、あのねカウンター席になってる、多分10人ぐらいしか入れないんですけど、あそこのドテがまたうまいですよ。ビールとねめちゃくちゃ合うんですよ。汗かいてねびっちょびちょですよ。そのまま帰ってあそこのドテ食って、あ、酒飲みじゃねえかよ。お前酒飲みはいいですね。どうぞ。ご飯、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 ご飯。今日でもね、ちょうど紹介したんですけど、サンスケのおすすめで、あのすぐ外出て左のところで先屋で上宮さんっていうところで、沖縄料理なんです。石垣島とかのね、あの料理とかがあるんですけど、お酒ここもね、泡盛豊富ですし、あとオリオンビールって言ったら沖縄で飲まれる、ちょっとねさっぱりとしたあの軽めなビールなんですけど、若干薄めなんです。そう、薄めなんですよ。それだけで、ね、苦手な人しないやつ、はい、はい、ちなみに先当てっていうのは酒の当てで、上宮っていうのは好きすぎてたまらないっていう意味やから、あ、酒の当てが大好き、好きすぎでしょ、ね、どうしようもない。ほんですごいいい空気感で、あと演奏とかもやってます。たまに三振、そう、三振弾いてくれたりしてて、店内で、はい、三振ですね。え、あ、いいよ、続けていいよ。ほんまに一人で突っ込んでるからいい。トークが空振りやな、一人で突っ込んでるから。ここで今解説してくれて、やっと分かった。三振弾いてるから斬新ですねって言っただけで、ただもうスルーしてくれりゃいいんだよ、いちいち止めなくても。はい、あの、そんな上宮さん、はい、上宮さん、俺のおすすめはね、知ってるかな、ほいほいほい、すごい大盛りとかもできて、飲んだかいっぱい、あのカレーのお店なんだけどね。カレーの、そのお店ありましたか？あの、知ってるから、すごいマイナーかもしれない。俺はね、よく行ったんだけどさ、ずっとまっすぐ行って、信号を左に曲がるとね、黄色い看板にね、COCO1 って書いてあってね、美味しいカレーの店があるんだよね。ここ一番嫌や、それ。日本一有名なカレー屋さんや。日本一有名ですよ。だってめちゃくちゃうまいです。美味しいもんね。うまいけど、いや、ココイチさんに失礼かもしれないけど、ここじゃなくてもええやん。遠藤寺だから。じゃあ、じゃあ、分かった。遠藤寺のココイチさんの何がすごい？え？何がすごいか。他と違うところ。あ、そうですよ。それがあればね、それがあればいいです。他でやってるか俺どうか知らないんだけど、はいはい、あのね、グラム単位で量が選べる。どこでもやってるわよ。100グラム単位で、400グラムとか、どこでもやったら辛さも選べるし、うん、ね、量も選べんの、グラムも。あ、そうなの。ちなみに何グラム食べるんですか。俺は大体400、500食べ過ぎや。聞きたいこと全然食べないんですか。ぜひぜひ、あの、もし知らなかったら行ってみてください。ありがとうございます。からね、あそこ、そうですね、まあ、もう一個、もう一個あるよ、もう一個。それをね、先、もうちょっと先に、めっちゃ、それが聞きたかったの、言ってあげて。オレンジ色の看板でね、あの、漢字でね、吉の字と野球の矢の字と、あの、屋外の吉牛や、それ美味しいんだよ、本当に。ここの吉牛さん、何が違う？何が違う？どこも同じ値段や。注文したらすごいスピード出てる。どこも速いね。マジっすか？それが吉野家。どんだけ速いんすか？紅生姜が食べ放題。どこでもそうや。食べ放題？食べ過ぎじゃない吉野家やったら行ったことない。食べ放題。本当にね、美味しいから、ぜひ行ってみて。ちょっと待て、今日自由すぎるぞ。自由すぎるぞ。紅生姜食べ放題って聞いたことない。本当に、そんなね、あの、おすすめの遠藤寺のお店はいっぱいありますね。あります。何でも聞いてください。もういいです、大丈夫です、あの、僕に聞いてください。おすすめ全部答えますから。はい、聞きますから、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そんな感じでですね、この遠藤寺商店街いっぱい面白いお店もね、あの、美味しいお店もいっぱいありますので、はい、ぜひぜひこの遠藤寺もブラブラしつつ、またぜひこの歌舞伎カフェ名古屋さん遊びに来てください。はい、ちょこっとご紹介をさせていただきます。はい、いろんなで、グッズが俺らいっぱい出したんです。はい、ちょっとこれ持って、
これ持って。はい、はい、まずはちょっと三助から行かせていただきます、はい、こちら三助のボールペンですね。これも3色それぞれの色のパーソナルになってます、はい、赤、紫、緑、3色あって、これ一番新しい新商品なので、はい、皆さんぜひ手に取ってみてください。1本300円1本300円です。あのね、スタッフの人曰く非常に書きやすい、よくあるじゃん、はい、役所とかですげえ書きにくいやつがさ、はい、これは書きやすいらしいから、はい、あのぜひ1本どうぞ、はい、そして我々 のカラー、はい、手拭い、はい、緑、紫、赤色の手ぬぐいとなっております、はい、これもあの、はい、ここから先は暑くなってきてさ、汗いっぱいかくから、はい、手ぬぐいですよ。あの手ぬぐいいいよ、ちょうどいい大きさだもんね。そうですね、ぜひ、ね、はい、これも買ってみてください。と、なんとですね、この俺の一押し、コーヒーです、はい、サンザコーヒーと申しまして、私がですね、はい、豆の種類から挽き方、入り方全部プロデュースをいたしました。豆にこだわってます、はい、私が、これはあのドリップパック一杯、はい、カップに入れてお湯を注いで、はい、あれがですね、つい先週、先々週、そうです、先週、先週発売されました、一杯500円でですね、非常に美味しいコーヒーです。いい豆使ってます、はい、あのこれはね、なんと賞味期限が9月21日って書いてあってね、これ限定100パックしか作ってないんですよ、はい、限定商品なので、これはもうなくなり次第終了なんですけど、9月21日超えたらですね、容赦なく全部捨てますので、あの賞味期限切れたらさ売れないから、ぜひですね、その前にあのもったいないので捨てちゃう前にぜひ1杯買ってください。でももうだいぶなくなったなくなって、もうあの本当に早めに買わないともすぐなくなっちゃう。そうです、ここね、歌舞伎カフェですから、カフェのねお土産にね、ぜひね、このサンザコーヒーなんていかがかなって気づいてないかもしれないけど、ここカフェなんだよ。カフェです、ね、だからコーヒーをね、2枚目のサンスケ、あのほっぺたにあのコーヒー豆つけてるんですよ、ね、ほくろや、これほくろ、朝コーヒー豆つけてさ出かけようならんやろ、ほんまにお母さんに謝れ、ほんまにカフェ、お母さんに謝れ。このサンザコーヒーのパッケージもですね、私が書きました。これちょっとかっこいいでしょ、思ったよりね、書いてみたらかっこいいのができちゃったもんだから、そうこれをパッケージに採用しましたので、はい、ぜひですね、これはお友達へのお土産なんかにも、あの最適の500円1パック、美味しいコーヒーどうぞということでございます、はい、よろしくお願いいたします。そうですね、7月入ってからかな、これもうあの入場の時にもらったかもしれません、この500円割引というちっちゃいカード、このちっちゃいカードね、次から使える、次回から使える500円割引です、はい、うちのチケットが3500円なので、その場でですね、500円キャッシュバックということができます、はい、これはあのご自身で使っていただいてもいいですし、はい、お友達にあげてね、あの500円割引だから行っといでよみたいな風に言ってもらえるとね、はい、あのお友達に紹介したりなんかもできますので、はい、ぜひですね、これまたあの今日もらったやつは使ってくださ い、 です。ただ有効期限が8月7日までとなってますので、皆さんお気をつけて、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、ということでですね、今日はちょっとなんかいっぱい喋っちゃったけれども、またですね、皆さんがお越しくださいますように、我々一同ずっとお待ち申し上げておりますので、またあの名古屋駅とかで見かけたら私声かけますので、ね、次いつ来るの、次にいつ来るのって、あの本当にあのいつでもご予約を受けてまいりますので、ぜひですね、我々名古屋座、この名古屋サンザコーヒー一座を今後ともどうぞよろしくお願いいたしますということでですね、お時間となってしまいましたので、まず本日はこれにありがとうございました。いやー、ありがとうございます、ありがとうございます。ということですね、まだあちらの方にはドリンクカウンターが空いております。あちらに全てのグッズがですね、ご用意いたしております。 T シャツ、手ぬぐい、ステッカー、ポスターなんかいろいろありますので、ぜひですね、気になった方は覗いてみてください。そしてですね、できればあのお金を出して買ってください。その買っていただいた収益がですね、我々の生活を豊かにいたします。その豊かになればですね、また新しい面白いものを作る活力となりますので、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。また皆様とお会いできますことをお待ち申し上げております。ありがとうございました。サンザでした。またね。